神岳神社石猿群です。昔はこの山を伊予釣り山といい、近海は極めて豊かな漁場として知られていました。またこの神社は鷹神様といって、神罰が厳しく枯れ枝を一本取っても送られたといいます。この神は怒りが厳しいだけに御利益があるとして、前頭から参拝があります。山頂に神殿社務所ができて一層盛んになったと言われています。戦時中は千本旗を持って出征軍人の無事を祈って、家族は参拝したものだそうです。石猿を上げる風習は、この神社の祭神が猿田彦であることからであろうと言われています。また山神として牛の平安や繁殖を祈願したものが石牛をあげ、次第に盛んになったと思われます。現在石猿が230体余りと石牛が30体余りが収められています。以上、御嶽神社石猿群をご案内いたしました。